こんにちは。私はこのデッドヒルヒーサーの森に住んでいる未来です。デッドヒルヒーサーの森は、赤塚植物園グループが長年かけて育んできた里山なんだよ。今回は、デッドヒルヒーサーの森を管理するのに欠かせない大事な技術、FFC テクノロジーを紹介するよ。FFC テクノロジーは、地球を守ることもできる技術なんだ。里山の役割を手助けしたり、SDGs にも貢献するすごい技術を見てみよう。FFC テクノロジーっていうのは、動植物の機能を高める働きを持つ水の技術のことなんだ。ちょっと難しいよね。この実験を見てみよう。これはカイワレを使った実験だよ。まず、水道の水を用意して、右側には FFC セラミックスを入れるんだ。これで FFC の水に変わるんだよ。カイワレの種を入れてどうなるか見てみよう。ほら、だんだん FFC の水の方が大きく成長してきたよね。根っこも長いよ。植物が元気に育つ、それが FFC の水なんだ。この FFC の水がレッドヒルヒーサーの森で使われているよ。 FFC テクノロジーは赤塚植物園で誕生したんだよ。赤塚植物園は1961年に創業してから、たくさんの植物を育てて日本中のみんなに届けてきたんだ。そこで創業者の赤塚光雄さんは考えたんだよ。もっと喜んでもらえる品質のいい植物を育てたい。できる限り農薬を使わずに、安全で安心な植物を届けたいってね。そこで植物を育てるのに必要な水に注目したんだ。そうして誕生したのが水の技術、FFC テクノロジーなんだ。里山レッドヒルヒーサーの森では、FFC 原子滑水器、FFC エースを使っているよ。原子滑水器を通ったお水は FFC の水になって、水やりに使ったり、 FFC エースは土の中に混ぜているんだ。土の中の水分も FFC に変えているんだよ。こうすることで植物が元気に育って、お花も色鮮やかになったよ。そしてここがポイント。植物が元気に育つということは、地球を守ることになるんだ。この実験を見てみよう。山梨大学の鈴木先生に FFC エースを使った実験をしてもらったんだ。葉緑素がどれだけあるか調べたんだよ。赤い棒で示したエースを使って育てた植物の方が葉緑素が多いよね。葉緑素が多いほど光合成をしっかりしてくれるから、それだけ二酸化炭素を多く吸ってくれるんだ。地球温暖化の防止につながるんだよ。レッドヒルヒーサーの森の植物たちが光合成をしっかりして、地球の環境を守ってくれるんだ。 FFC テクノロジーを使うことで、地球の環境を守るという里山の役割を手助けしているんだよ。そして FFC テクノロジーはSDGs にも貢献しているんだ。SDGs は2015年の国連サミットで決められた持続可能な開発目標のこと。地球の環境を守るためにやるべきことを世界で決めたんだ。17個の目標を立てて、世界中の国が頑張っているんだけど、FFC テクノロジーも SDGs に貢献しているよ。FFC テクノロジーは植物だけじゃなく、私たちの家で使ったり、魚の養殖やお弁当やパスタを作る大きな工場、プールなど、いろんなところで使われているんだ。そこで使われた水は排水になって流れていくんだけど、びっくりすることが全国で起こっているよ。川や海の自然が蘇ったんだ。排水が流れ込むと、川や海も汚れるのが普通だよね。
FFC の水が流れると、ヘドロが減ったり、ホタルが戻ってきたり、海のゆりかごといわれるアマモが復活したり、こんなことができるのは FFC テクノロジーだけなんだ。FFC テクノロジーは SDGs にも貢献しながら地球環境をよりよく改善するんだ。そして最後に伝えたいこと。赤塚植物園グループは FFC テクノロジーを通して一人の健康から地球の未来までをテーマに活動していること。このジオラマは赤塚植物園グループが目指す理想の社会をイメージしているんだ。私たちが健康に生活し、地球の環境も改善すること。健康、経済、環境の良い循環をもっともっと日本中に広げたいと願っているよ。みんなもぜひ、いい地球のために何ができるか考えていこう。